どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、こちらのイオンオーナーズ株主優待カードがですね、スマートフォンアプリね、登録できるようになりましたということで、イオンからね、プレスリリースが出たんですよね。それと同時にですね、非常に大きな変更点がね、発表されまして、こちらのね、イオンオーナーズ、こちら株主優待カードで持っている株数によってですね、イオンのお買い物すると、まあ、後日ね、3% 以上の還元が受けられるね、株主優待制度があるんですけれども、こちらはですね、今まで現金しか選択することができなかったんですけども、今後はですね、今まで通りね、現金でキャッシュバック受けることもできるんですけども、ワンオンポイントでもね、還元を受けることができるっていう風に変更になりますんで、本日はですね、このイオンっていうのはですね、非常に JAL マイルをね、貯めることができるんですよね。ですので、本日の動画ではですね、こちらの影響点についてもですね、解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらね、イオンのプレスリリースで発表されているわけなんですけども、イオンアプリオーナーズカードのご利用に関してということで、イオンのトータルアプリ、iIon をスマートフォンにダウンロードいただき、会員情報をあらかじめ登録していただくことで、オーナーズカードをご利用いただけます。またね、登録いただくと、半年に一度オーナーズの特典還元を共通ポイント、ワンオンポイントでお受け取りいただけますということで、本サービスは2023年10月より開始します。iIon アプリ通じてのご利用は、ご郵送で発行しているオーナーズカードと異なる取り扱いがございますので、ご確認の上ご利用くださいということで、まずね、ご利用にあたりということで、今回ね、物理カードがこのね、スマートフォンアプリ、iIon アプリでもですね、利用することができるようになったわけなんですけども、ご登録に可能なのは株主ご本人のみということで、このね、イオンオーナーズカードっていうカードはですね、家族カードがね、まあ1枚だと思うんですけど、もらえるんですよね。で、この家族の方はこのね、アプリは利用することができません。で、iIon アプリのお持ちのスマートフォンダウンロードでき、オーナーズカードの事前登録は必要です。半年に一度のオーナーズカードの還元は、現金での受け取りではなく、ワンポイントの受け取りへ変更になります。またね、iIon アプリの登録後もお持ちのオーナーズカードは引き継ぎご利用可能ですということで、まあこのね、スマートフォンアプリね、登録していただいても、このね、緑色の物理カードは、まあ今後ね、利用することができるって言った形になるんですよね。で、これ見るとね、ワンポイント一択なのかななんていうふうに思っていたんですけども、まあ下の方にですね、現金に変更できますかということで、Q&A が出てるんですけども、iIon アプリに登録を解除することで現金のでのお受け取りに変更できますということで、ただし iIon アプリのご利用登録が2月末、8月末に確定している場合は、ご利用期間中全額はワンポイントの還元になりますということで、まあこちらはね、ご注意いただければな、なんていうふうに思います。一応ね、ワンポイントで受け取ることもできますし、まあ今まで通りね、現金で受け取ることもできるっていうふうになりますんで、こちらはね、ぜひ覚えておいてください。で、こういった感じでですね、イオン株式会社からね、発表されているわけなんですけども、2023年10月からアプリ版オーナーズカードをご利用いただけます。2024年4月からアプリ版オーナーズカードをお使いの方は、優待特典をワンポイントでお受け取りいただけますということで、まあ、こういった感じでね、利用することができるみたいなんですよね。で、ちょっとね、私やってみたんですけども、まだできないのかな。まあ、もしかしたらね、この動画が出ている頃にはもう利用することができるようになってるかもしれないんですけども、まだね、ちょっと私の方はね、実際に登録はできなかったので、またね、後日やりたいな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ皆さんもですね、このオーナーズカードね、持っている方は、ぜひね、この iIon ね、ダウンロードしていただいて、統合ね、していただければな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、還元がね、ワンオンポイントでもね、受け取ることができるようになるということで、このね、溜まったワンオンポイントの使い方を教えてくださいっていうね、Q&A も設置されておりまして、溜まったワンオンポイントは対象のワンオンポイント加盟店のお買い物際、1ワンオンポイント1円としてご利用いただけます。また、商品券などの交換や電子マネーワンオンのチャージも可能です。下記の1から4よりお好きな方法をご利用くださいということで、まあ、こちらね、Q&A が記載になっているわけなんですけども、T ポイントに交換していただきたい方はこちらということで、まあ、今回ですね、現金の還元からワンオンポイントでね、受け取れるようになるということで、まあ、どういうことかというと、T ポイントにね、このワンオンポイントっていうのは交換することができるようになりましたよね。ですので、
3% の還元がないこのイオンオーナーズっていうのは、まあ、もらうことがね、できるわけなんですけども、この 3% 還元を和音ポイントでね、受け取ることができるっていう風になりますので、非常に大きいですよね。ですので、今後はね、ANA 周りにも JAL 周りにもね、交換することができるって言った形になるんですよね。まあ、もちろんね、この株主優待制度のね、このキャッシュバックっていうのは、持ってる株数によってね、還元率上がっていくっていう風になりますんで、もう3000株以上ね、持ってる人は 7% 還元上乗せになるんですよね。ですので、まあ、JAL マイルの還元率してもね、3.5% 還元上乗せっていう風になりますんで、本当にね、めちゃくちゃ強くなるって言った形になるんですよね。ではですね、イオンで JAL マイル貯められている方非常に多いと思うんですけども、まあ、知らない方もねいらっしゃると思いますので一通りねおさらいしていきたいななんていうふうに思うんですけども、まずねこのイオンっていうのはですね JAL マイルの特約店っていうふうになっておりまして、100円で2マイルがね貯まる、すなわち 2% 還元で買い物がねすることができるって言った形になるんですよね。ですので JAL カードだと 2% 還元っていうふうになります。で、JAL にはですね、もう一つこちらがありますよね。JAL カード JMB ワオンということで、イオン系列のね、電子マネーの、ワオンとですね、この JAL がね、まあ、提携しているというか、まあ、一緒になっているね、JMB ワオンっていうのがあるんですよね。で、こちらはチャージとお買い物でマイルが2回貯まるということで、JAL カードでショッピングマイルプレミアムね、加入していただいて、JMB ワオンにね、チャージしていただくとですね、1% 還元がね、取れるっていう風になるんですよね。で、またね、この JMB ワオンっていうのは、お買い物するときに200円で1マイルね、貯まるっていう風になりますんで、合計するとですね、1.5% の JAL マイル還元っていう風になるんですよね。ですので、JAL カードと JAL マイレージバンク JMB ワオンの組み合わせだと 1.5% 還元、ショッピングマイルプレミアム加入した状態でね利用していただくと 1.5% 還元で利用することができるって言った形になるんですよね。で、それ以外にもですね、このイオンっていうのはありがとうキャンペーンであったり、お客様感謝デーであったり、ワクワクデーだったりね、まあ、またね、こういったボーナスポイントがもらえる商品とかもねあったりするんですよね。まあ、非常にね分かりづらいですよね。で、これをねちょっと私の方でねまとめさせていただいたわけなんですけども、これがね変更前、今回ですねイオンオーナーズカードの還元がねこれに加わるっていう風になりますんで、まあ、今まではですねこういった感じで、まあ、通常だったらね JAL マイルで買って切った方がお得で、ありがとうキャンペーンの時は JMB1 の方がお得で、ワクワクデーの時はまあどっちも一緒だからどっちでもいいやみたいな感じで、まあ、お客様感謝デーの時は JMB1 だったら 5% オフが利用できて、 JAL カードだったら割引はないけど 2% 還元だみたいな感じで、まあ、ここはお好み、ここは一緒、ここは JMB1、通常期は JAL カードみたいな感じで、まあ利用しなきゃいけなかったわけなんですけども、で、今回ですね、このオーナーズカードが和音ポイントの還元が取れるっていう風になりましたので、今後はですね、こういった形で 3% 還元がね、この和音ポイントで取れるっていう風になりますんで、まあ1000円決済したらですね、30和音ポイント、すなわちね、2分の1になりますんで、15マイルね、足されるっていう風になりますんで、プラスね、1.5% 還元っていう風になるんですよね。ですので、こちらね、もう見ていただいたらね、もう一目瞭然なんですけども、このね、ワオンのね、オーナーズカードっていうのは、支払い方法がね、決まっておりまして、現金またはワオン、イオン電子マネー、イオンマークのカードでのクレジットカード払い、イオン商品券、イオンギフトカードでお買い求めくださいということで、これじゃないとですね、このオーナーズカードのこの 3% 還元っていうのは取れないんですよね。ですので、この JAL カードで支払ってしまうと、この還元率ね、取りこぼしてしまうっていう風になりますんで、今後はですね、基本どの日もですね、JMB ワオンで決済していただくのがね、おすすめっていった形になるんですよね。ですので、イオンでね、JAL マイルを貯められている方はですね、こちらの変更点ね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思うんですよね。まあ今まではですね、先ほど言った通りですね、こういった感じでね、イベントに合わせてですね、切り替えたりしなきゃいけなかったわけなんですけども、今後はね、もう何にも考えないで、JMB ワオンと、イオンのね、オーナーズカードを組み合わせでね、利用していただければですね、通常は 3% 還元で、ありがとうデーは 55% 還元で、
ワクワクデーは 3.5% 還元で、お客様感謝デーは割引を受けつつ 2.9% 還元でね、お買い物ができるっていう風になりますんで、まあ、今後はね、こういった感じで利用ね、していただければな、なんていう風に思うんですよね。で、ポイントのね、交換先なんですけども、まあ、このね、和音ポイントっていうのはですね、T ポイントでね、交換することができるっていう風になりましたんで、まあ、ウェルシアで利用していただいてもいいですし、ずっと言ってるね、JR キューポからね、ポンタ経由で JAL マイルに交換していただいてもいいですし、またね、JR キューポから ANA マイルとかね、永久不滅ポイント経由で、D ポイント経由でね、10% 増量とかね、乗りたい方は、まあ、こっちからね、交換していただいてもね、OK っていう風になりますんで、まあ、今後はですね、こういった感じにね、なるっていう風になりますんで、イオン系列でですね、JAL マイル貯められてた方は、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思うんですよね。ということで今回ですね、こちらね、イオンオーナーズカードの還元が、なんとですね、和音ポイントで受けられる、またね、アプリでね、このイオンオーナーズカードね、利用することができるようになるということで、非常に朗報ですよね。まあ私もね、イオン系列のね、あのスーパーでいつも買い物をしておりまして、これね、いつも持ち歩かなきゃいけないのね、非常に面倒だなっていうふうに思ってたんですよね。まあ私はね、財布を持っておりませんので、基本的にスマートフォンのね、あの一緒についている、まあ、カードケースで、まあ、生活しているわけなんですけども、まあ、これをね、常に持ち歩かなきゃいけないっていうのはね、非常にストレスだったので、まあ、今回ね、アプリになるということで、めちゃくちゃいいですね。またね、JAL マイルね、貯められている方はですね、今まではですね、ちょっとね、変えなきゃいけなかったりしてた部分がですね、今回ね、JMB1 を一択で利用することができるようになりますので、非常にシンプルになって分かりやすいですよね。はい。ですので、今後ね、こういった形になりますんで、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。